こんにちは。今回は書き順を間違えやすい5つの漢字を集めたよ。もこちゃんと一緒に次どう書くかを予想してみよう。書き順はこう書かないといけないという決まりではないけど意識することで形の整った字を書くことができるんだだから学校で指導する筆順のことを正解として表現させてもらうね。クイズ番組などでも出題されるような漢字ばかりを集めてみたので知っていて損はないはず。それじゃあ行ってみよう。 1>, 1つ目の漢字は「く」だこの「く」という漢字こう書いた後の2画目はどう書くかわかるかな ?A 外側の「L」のような形 B カタカナの「目のような形の右上から左下に払うもの C カタカナの「目のような形の左上から右下に書くものさあどれかわかるかな正解は 2> 3, 2, こうだ B だねちなみにこの続きはこう書くよ2つ目の漢字は「大人」などの「人」という漢字だこの漢字、こう書いた後の三角目はどうかくかわかるかな?「A」下の横角。く「B」真ん中のカタカナの「こ」のような部分。C」 カタカナのこのような形の上の縦書く。さあ、どれかわかるかな正解は、3、2、1、0こうだ。C だね。ちなみに、この続きはこう書くよ。三つ目の漢字は、図という漢字だ。この字。 こう書いた後の三角目はどう書くかわかるかな A 左側の点 B 左に払う角 C 左上から右下に下ろす角さあ、どれかわかるかな正解はこうだ、A だねちなみにこの続きはこう書くよ 4つ目は「飛ぶ」という漢字だこの字。こう書いた後の4角目はどうかくかわかるかな ?A 縦に長い角。B 左に払う角。C はじめと同じような形を書くさあどれかわかるかな正解は 2> 3, 2, ゼロこうだ A だねちなみにこの続きはこう書くよ最後は「乗る」という漢字じだこの字こう書いた後の三角目はどう書くかわかるかな? A「A 縦に長い角。く」「B 左側の短い縦角。く」 C 2二く目の下の長い横画。さあどれかわかるかなせいかいはこうだ A だねちなみにこの続きはこう書くよ今回は書き順を迷いやすい5つの漢字について話したよ 他にも迷ってしまう感じがあったら、ぜひコメントで教えてね。最後まで見てください。ありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。